はい、カメラマンの村誠一です。今回はですね、組写真に関してお話ししてみたいと思います。はい、いかがでしたか。組写真に関して、まあ、途中で気がついたっていうことっていうのは、まず組写真がすごく大事だってことですよね。とまず表紙がありますよね。で、表紙があって、表紙で思わせる写真集もそうですよね。写真集の表紙があって、あ、見てみたいなと思わせる組写真なんですね。で、皆さんはそのいい写真を撮りたい、いい写真を撮るにはどうしたらいいかっていうことをすごく毎日考えてると思うんですけど、今日一日撮影で出かけようとした時に、自分がどういう気持ちで今日はスタートしたかっていうことも、今日はこんないいのが撮れたな、一日の流れっていうのかね、自分が何に感動して途中何にこう自分が大きく心を動かされたかっていうことも、でそれをね、考えないで今日はいいのが撮れなかったなじゃなくて、今日がもしいいのが撮れなかったとしても、次回にじゃあ今回の考え方は何がいけなかったかって考えて、今回のやつが組写真の冒頭に入ってくるかっていうことをね、考えながらこう写真を撮っていくと、写真がより面白くなってくると思うんですよね。で、意外とこういうことを考えないで、今日はよく撮れなかったからじゃあ一日ボツにしちゃおうなんていうんじゃなくてね、写真集もまず表紙があって、小説でいけばタイトルがあって、それによってね、まあ、写真展に行った時もそうですね、いきなり一番最初から必ず皆さんもご覧になると思うんですよね。で、最後見終わった時に何か感じる、その最後の方に何か大きな山を持ってくるってことも大事だと思うんですよね。写真展の見方も変わってくるし、今回の写真展に関してはこうですっていう、そのポスターによって、あ、見に行ってみたいなとか、まず今日は何を撮ろうっていうことよりも、まず出かけて自分がどんな気持ちで写真を撮り始めたのかっていうことも大事だし、途中何によって自分が大きく心を動かされたかっていうことも、ここを本当にちゃんとしっかりと撮っとかないと、最終的にはね、一冊の
写真集を作るに至ってもね、やっぱつまんないものになってしまうんですよね。まあ料理みたいなもんですよね。メイン料理があってね、メイン料理だけを並べてもね、そんなに美味しく見えない。やっぱ最初に出てきたもので最後にデザートが出てきたことによって、あ、今日の食事はすごい楽しい食事で美味しいものを食べたなっていうような、そういうのにつながってくると思うんですよね。写真展もそうですよね。まあ見て、あ、ワクワク感があるな、なんかいいな、いい感じだ、いい感じだなって、でどん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 こう引き込まれていって、最後に見終わったと、あー、いい写真展だったなって、もう一回見てみようっていう風にしてね、二度見る方もいらっしゃると思うんですよね。まあその場にいてね、作者がいたら作者の意見も聞いてみようとか、そういうことをいろいろこう考えると思うんですよね。やっぱ大事なことっていうのは、料理は何が出てくるのかなとかって、じゃあメインディッシュは何かなっていうような、この楽しみがすごくあると思うんですよね。やっぱりこの写真展も写真集も動画もみんな同じなんですね。楽しませることができるかっていうことを皆さんもね、よく考えて写真を撮られてください。それによってね、写真がすごい楽しくなるし、今日出かけていってね、いきなりこうつまんないからこれはシャッター切らないんじゃなくて、まず切っておくと、まず出かけのね足元だけを撮っても面白いと思うし、あとはね電車に乗る時の時でもいいし、まあ公園に入った時でもいいし、とにかくね、その時には起きたこと、その時に何か感じたものを必ずこう、撮っておくようにするといいと思うんですよね。でそれを最終的に、まとめる時にそのことを頭に置きながら構成して、最終的に今日は何に感動したかっていうところが一つの山になるわけだから、ここをよく考えてねやられてください。そのね、写真の技術的なことっていうものを、まず上手くなるためのね技術的なことっていうのももちろん大事なんですけど、一番大事なのは自分が何に感動して、今日はどういう気持ちで写真を撮りに行こうと思ったかっていうところ、写真の楽しみ方も今まで以上に楽しい一日になると思うので、ぜひね、この写真の撮り方をぜひね皆さんも心がけて今後も撮るようにしてください。組写真っていうのはグラビアの世界でいけば、まず扉があって、と、ね、見開き写真っていうんですけど、まあここに山を持ってくるわけですよね。そのグラビアの写真をね見るときに、編集長はどういう考え方でいるんだとか、アートディレクターはどういう考えでいるんだとかも考えながら見ていくとね、より写真が面白くなるし、皆さんの今後のね写真の撮り方に大きく影響を与えてくれると思うので、ぜひこれからもねそのような見方をして写真を楽しまれてください。またお会いしましょう。今日はありがとうございました。